縄文時代。縄文時代は、日本列島における約1万年前から約300年前までの長い期間を指し、特に岩手県においても重要な時代でした。縄文時代の人々は、山や森での狩猟、川や海での漁労、植物の採集などによって生計を立てていました。岩手県の豊かな自然環境は、これらの活動に適していたと考えられます。縄文時代は、その名が示すように、縄文、縄の跡がついた模様を施した土器で有名です。岩手県から出土した土器には、時代によって異なる様式や、形が見られ、当時の文化や生活様式を今に伝えています。岩手県には、多くの縄文時代の遺跡があります。これらの遺跡からは、住居跡、炉跡、貝塚などが発掘されており、当時の人々の生活の様子を垣間見ることができます。縄文時代の住居は、一般的には、半地下式の縦穴住居が主でした。これは、冬の寒さをしのぐための効果的な構造であったと考えられます。縄文時代の人々は、自然と調和しながら生活していました。季節の変化に応じた狩猟や採集活動が行われ、豊かな自然資源を利用していました。弥生時代。弥生時代の最大の特徴は、稲作農業の開始です。これは、日本列島の社会や経済に大きな変革をもたらしました。岩手県でも、稲作の技術が導入され、農業が従来の狩猟採集中心の生活から移行を始めた時期です。鉄器の使用は、弥生時代のもう一つの大きな特徴です。これにより、農具や武器などが、より効率的で強力になりました。岩手県の遺跡からも、鉄製品が出土しており、当時の技術や生活様式を示唆しています。弥生時代には、大きな集落が形成され始め、社会構造がより複雑になりました。岩手県においても、農業を中心とした定住生活が始まり、集落の規模も大きくなったと考えられます。弥生時代には、縄文土器とは異なるスタイルの陶器が登場します。これらは、主に保存や調理に用いられ、形状や装飾が時代とともに変化しています。岩手県出土の弥生土器も、当時の生活や文化を反映しています。弥生時代には、地域間の交易が盛んになりました。この時代、岩手県は、他の地域との間で、物資や文化が交換された可能性があります。これにより、技術や文化が広がり、地域の発展に寄与しました。古墳時代、岩手県における古墳の建造は、主に4世紀から7世紀にかけて行われました。本州の中央部よりも若干遅れて、古墳文化が花開きました。岩手県の古墳は、本州中央部で、一般的な前方後円墳よりも、円墳や方墳が多いのが特徴です。古墳は主に旧来の集落周辺や、地域の要衝に建造されました。これは、権力者や、豪族の支配領域を示すためであったと考えられます。岩手県の古墳は、比較的小規模で、土を盛り上げた円形や方形の墳丘が多いです。内部には、木棺を収めるための木造の埋葬施設が設けられていました。古墳の建造は、地域を支配する、豪族の権力や地位を象徴していました。古墳を建造することで、その豪族の影響力を周囲に示すとともに、後世にその存在を記憶させることができました。岩手県の古墳からは、土器や鉄器、装飾品などが出土しており、これらは当時の技術水準や文化、信仰を反映しています。代表的な古墳は、角塚古墳で、国の史跡に指定されています。平安時代。平安時代は、日本の中央政権が、地方への支配を強化しようとした時期です。岩手県地域も、中央政権の影響下に入りつつあり、国衙の設置などが進行しました。この時代、現在の岩手県地域にも、地方豪族が登場し、地方の支配構造が形成され始めました。平安時代には、稲作を中心とした農業がさらに発展し、岩手県地域でも稲作の拡大が進みました。この時期、地方と中央との間での交易も盛んになり、岩手県地域の産品が、中央へと運ばれるようになりました。平安京で栄えた平安文化が、少しずつ地方へも伝播し、岩手県地域にもその影響が及びました。平安時代は仏教が広く普及した時代でもあり、岩手県地域にも多くの寺院が建立されました。当時の岩手県地域は、蝦夷との境界地帯であり、中央政権と蝦夷との間で軍事的な緊張が常に存在していました。岩手県地域は中央と異なる独自の社会構造を持ち、地方豪族がその中心となっていました。南北朝時代。南北朝時代は全国的な政治的混乱の時期でした。岩手県地域も南朝と北朝に分かれた全国的な権力争いの影響を受けました。この時代には地方の有力な武士団や豪族が台頭し始め、自律的な勢力を築くようになりました。これは後の戦国時代へとつながる、地政学的な基盤を形成しました。戦国時代。戦国時代は、岩手県においても、地域内での抗争が頻繁に発生しました。地方豪族間の勢力争いが、この時期の主な特徴です。戦国時代には、南部氏が、岩手県地域の主要な勢力として台頭しました。南部氏は、後に南部藩の基盤となり、岩手県地域の統治者として、長く影響力を保持しました。戦国時代の岩手県地域は、中央の室町幕府とも一定の関係を持ちつつ、比較的自律的な動きを見せました。豊臣秀吉による天下統一の動きは、岩手県地域にも影響を及ぼしました。秀吉の政策により、
地方の大名は中央政権への忠誠を誓うことが求められました。豊臣秀吉による全国的な土地調査、太閤検地は岩手県地域においても実施され、土地の所有や生産の体系が整備されました。江戸時代初期には南部利直が南部藩の初代藩主となり、現在の岩手県を中心に統治しました。南部藩は農業を基盤とした経済政策を推進し、米の生産に重点を置きました。また藩政下での治水事業や神殿開発も行われました。稲作を中心とする農業が盛んになり、特に米の生産は藩の財政基盤を支えました。岩手県地域の市町村では商業が発展し、特に盛岡市は商業の中心地として栄えました。工業も重要な産業となり、特に金や銀、銅の採掘が行われました。江戸時代の岩手県地域では南部藩主の保護のもと、文化が花開きました。南部流の茶の湯や南部曲がりなどの独自の文化が形成されました。藩校工場館などの教育機関が設立され、学問と武芸の教育が行われました。交通の要所として、奥州街道などが整備され、地域間の交流が促進されました。明治維新、岩手県地域、当時は主に南部藩の領地では、幕末の動乱期においても、比較的穏やかな状況が続いていました。しかし、全国的な政治的動きは避けられず、岩手県地域もその影響を受け始めていました。南部藩は、幕末期には、幕府法として行動していました。当初、南部藩は奥羽越列藩同盟に参加せず、中立の立場を保っていました。しかし、新政府軍との関係が緊張したことで、次第に同盟への参加を余儀なくされました。1868年に結成されたこの同盟は、徳川幕府に対抗する、新政府との間での均衡を保とうとする、東北地方の諸藩によって形成されました。同盟の主な目的は、新政府に対する防衛体制の確立と、東北地方の利益を守ることにありました。奥羽越列藩同盟は、明治新政府との間で、戊辰戦争を戦いました。この戦争は、日本の歴史において最後の内戦となり、全国的な影響をもたらしました。奥羽越列藩同盟は、最終的に、明治新政府軍に敗れました。南部藩も新政府に恭順し、藩主の地位や役割が変化しました。明治大正時代、戊辰戦争後、岩手県は廃藩置県によって、正式に設置されました。新しい県政により、中央集権的な行政体制が確立され、地方統治が近代化されました。明治時代の岩手県では、農業中心の経済から近代産業への転換が進みました。特に工業、金、銀、銅などが発展し、新たな産業としての林業や養蚕も重要になりました。鉄道網の拡充が進み、これにより地域内外との交通が大幅に改善されました。これは産業発展と地域経済の活性化に大きく寄与しました。明治政府の近代教育制度の導入により、岩手県でも初等教育が普及しました。多くの学校が建設され、教育の機会が増加しました。新しい政府の政策により、社会階級制度が撤廃され、民主的な社会制度へと移行しました。大正時代、大正デモクラシーの影響を受け、岩手県でも民主的な社会運動が活発化しました。これにより、政治参加の幅が広がり、市民社会の意識が高まりました。農業は依然として主要産業でしたが、商工業の発展も進みました。特に地域資源を活用した産業が育成され、地域経済の多様化が進みました。大正ロマンと称される文化の変化が、岩手県にも影響を及ぼしました。文学、芸術、劇場などの分野で新しい動きが見られました。第一次世界大戦中の好景気には、岩手県の経済も一時的な盛況を見せましたが、戦後の不況も影響しました。昭和初期から終戦。昭和初期には、岩手県では農業が引き続き主要産業でしたが、工業の発展も進んでいました。特に工業、製紙業、繊維産業が重要でした。鉄道網のさらなる拡張や道路の整備が進み、県内外との物流が活発になりました。1929年の世界恐慌、昭和恐慌は、岩手県経済にも打撃を与え、農産物価格の下落や、失業率の上昇が起こりました。第二次世界大戦が進むにつれて、岩手県の産業構造も変化しました。軍需産業や関連産業が増加し、物資の供給基地としての役割を果たしました。戦時中、岩手県の人々も、国民動員の対象となりました。男性労働力の徴用、学徒出陣、女性や老人、子供たちの労働参加などが進みました。太平洋戦争末期には、岩手県の一部地域も空襲の対象となり、被害を受けました。1945年8月15日、終戦により、岩手県も戦時下からの転換期を迎えました。戦後からの昭和時代、終戦直後、岩手県は空襲による被害の復旧作業に取り組みました。住宅やインフラの再建が急務とされました。経済活動は、戦時中の制約から解放され、復興に向けて動き出しました。農業、漁業、林業が、再び地域経済の中心となりました。新しい民主主義的な政治体制のもと、地域社会は再編されました。教育、福祉、公衆衛生などの面で、新たな制度が導入されました。1960年代から1970年代にかけて、
日本全国が高度経済成長を経験した中、岩手県もこの波に乗りました。工業化が進み、農業技術も革新されました。製造業、特に繊維産業や金属加工業が発展しました。また、観光業も盛んになり、岩手県の自然や文化遺産が注目されました。経済成長に伴い、住民の生活水準も向上しました。都市部と農村部の間の格差縮小も進みました。地方自治体の役割が強化され、岩手県内の各市町村は、より自律的な運営を目指して動き出しました。平成時代の初期は日本全国がバブル経済の影響を受けていましたが、その後の崩壊は地域経済にも影響を及ぼしました。伝統的な農業や林業は依然重要でしたが、サービス業や観光業の拡大が進みました。特に、岩手県の自然や歴史的遺産を活用した観光産業が成長しました。高齢化や若者の都市部への流出による人口減少が一部地域で課題となりました。地域文化や芸術の振興が進められ、岩手県はその独自の文化を保ちながら新しい文化活動も推進しました。2011年3月11日、東日本大震災により岩手県は甚大な被害を受けました。特に沿岸部では津波による大きな被害がありました。震災後、岩手県は復興に向けて努力を重ねました。住宅やインフラの再建、経済の回復、被災者支援が進められました。現在の岩手県、東日本大震災後、岩手県は沿岸部を中心に大きな被害を受けました。震災からの復興は、住宅の再建、産業の復興、インフラの整備などを含み、現在も継続しています。農業、漁業、林業が依然として重要な産業ですが、観光業や再生可能エネルギー、IT 関連産業など、新しい産業への取り組みも進んでいます。また、地域特産品の開発と販売も積極的に行われています。高齢化と若年層の減少、都市部への人口流出が続いています。これに対し、地域活性化や若者定住促進のための施策が進められています。伝統文化や芸術の保存と継承に加え、国内外の観光客を引きつける文化イベントや観光施設の充実が図られています。自然環境の保全と持続可能な開発が重視されています。特に、森林資源の管理や再生可能エネルギーへの取り組みが進行中です。震災の教訓を生かし、災害に強い地域づくりと防災意識の向上が図られています。平成末期から令和時代にかけての岩手県は、震災からの復興、地域経済の多様化、社会文化の活性化という課題に取り組んでいます。これらの取り組みは、岩手県が直面する現代の課題に対応し、持続可能な発展を目指していることを示しています。長時間ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。